新鋭王者ことセイヤ。今日は世界の平和を守るためにやってきた正義のヒーロー、エオジェマンだっていうことでな、今日はな、今日の動画はちょっと違う動画だぞ。いつもはね、変身動画とかそういうね、あまりにも、面白くない動画をばっかり投稿してたが、今日はな、オリジナルヒーロー、動画投稿系戦士、エオジェマンの、物語とかな、敵が現れたと想定してな、やっていこうと思う。では行くぞ。てん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 、待って聞かない。リスナーの諸君。世界の王じゃない。世界最強の戦士。ダークファイヤーだ。今日はな、このエオジェの部屋を破壊しようと思ってやってきた究極の戦士ではない、悪の方だ。まあね、なんだ、いろんなものが飾ってあるじゃないか。いや、そういうことはやめておいて、町を破壊しようじゃないか。そう、俺たちの雑魚どもを召喚する。はっ、お前らさっさとこの町を破壊するのだ。待て、そこまでだ。出たな、動画投稿戦士エオジマ。出たな、怪人。俺が来たからにはこの世界は俺が守る。覚悟しろ。シュッキュー、トリプル動画投稿系パイン。この世界に守るために生まれてきた究極の戦士、動画投稿系エオジェマン参上。現れたな、エオジェマン。今日こそ世界が終わると思え。たエオジェキックアタック。かなりやるもんだ。だが俺は不死身だ。簡単にはやられないぞ。ビームアタックだ。なかなか強いな。だがもう俺を倒すことはできない。よし、こうなれば必殺技だ。はあ、ダイナント、エゴジェアタック。おのれ、不死身と言ったが弱点を狙われるとは。お前も大した強いな。お前が弱いんだ。もう一回で直してやり直すことだな。負けるがいいな。うわー、お前でろ。こうして平野は動画投稿系ですし、エオジェマンが守られた。次回予告は、宇宙最強の敵、宇宙最強の敵マグマーズが地球を襲ってくる。さあどうする、動画投稿系エオジェマン。歌というかね、そういうのはないですけども、はい、さあすぐ終わり、歌です。動画投稿戦士エオジェマン。はい、ということですね。このシリーズやっていこうかなっていうふうに思います。まだね、敵がたくさんいるんで、僕がやっつけたいと思います。なぜなら僕は正義のヒーロー、
動画投稿系エオジマンだの戦士セイヤさんということで、これからも応援よろしくな。ではじゃあな。